はい、皆様おはようございます。知的パズル体操コムニックスの時間がやってまいりました。今回はですね、前回に引き続いて手旗信号のようなこれですね、これを前回と左右反対にしましょうねと言っても分かりにくいと思うので、まず最初から説明しますね。両腕でまずしましょう。前、横、上、前、横、上、これを繰り返しますね。で、今回は左腕が前、横、上、この3パターン繰り返しね。右腕は前と上の2パターンですね。ではやってみましょう。まず3回ぐらいできればね、もうバッチリだと思うので、ゆっくり3回しましょうね。3つまで数えるところまでね、いきます。1、2、2が出てきません。3ですね。もう1回しましょう。やはり油断するとね、ちょっとまずいし、コメダでも練習してませんのでね、これはね、ですから、とにかく1ですね。で、左は横ですが、右は上ですから、2、3、で、元にまた左は戻りますので、4、5、6、7、8、9、9、あれ？いやー、詰まりましたね。もう一遍しましょうね。では真剣にいきます。精神統一してまいります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あれ、1000回、1000回、10は両方あって終わりだと思うので、ちょっと不安になってきましたが、ではもう一回ラストしましょうね。だんだんね、難しくなってきますので、私が正解とかじゃなくて、できないものもね、どんどん取り上げていこうと思うので、そういうのが大事かもしれませんね。1000回見れればもう私もできない第2回目かもいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。だから10はこれになりますね。多少難しいことを言うと、こっちは3のサイクルじゃないですか。で、こっちは2のサイクルですよね。ということは、3と2の公倍数を、共通の倍数ですね、公倍数。最初の公倍数、3の倍数は3、6、9、12、2の倍数は2、4、6ですから、共通が一番小さい倍数は6じゃありませんか。だから6回、6まで数えるとまた同じパターン、0の状態に戻る。つまり1、2、3、4、5、6とすると、またチャラになって1、2というふうにね、始まるので、とりあえず6までできれば、7から12はまた1から6までと同じようにすればいいのでね。ではラスト1回一緒にやってみましょう。いきます。精神統一して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、